アルビドソンは、スウェーデン、グスタフ三世時代の占い師。通称、マダム・アルビドソン。または、マムセル・アーフビドソン。ウルリカ・アルビドソンは、エリック・リンドベルイの子として生まれたが、1740年に、父エリックが死去した後、母がシェフと再婚したため、アルビドソンの生となった。彼女は、占い師となり、1780年頃には、 スウェーデンで有名な占い師として名声を博するようになり、彼女の名はスウェーデンのあらゆる階層に知れ渡るようになった。1786年、ウルリカ・アルビドソンは身分を隠したスウェーデン王グスタフ三世への訪問を受けることとなった。彼女はグスタフ三世が王であると知りつつ知らないふりをして王を占った。彼女は剣を持つマスクの男に気をつけるよう警告した。 この男は、グスタフ三世の命を奪うとも予言した。グスタフ三世は、1788年に起こった、ロシアスウェーデン戦争の時も、彼女を訪ねている。1792年3月16日に、グスタフ三世は、オペラ座の仮面舞踏会で襲われ、13日後の3月29日に、死去した。彼女の暗殺予告は、人々の間に知れ渡った。 この暗殺事件について、彼女の関与は疑われることはなかったが、その関連性については調査された。予言が当たったことで、彼女は人々の間で恐れ得られるようになった。その後、ウルリカ・アルビドソンは、彼女の占いが時代遅れになったことと、人々からの恐怖のために貧困となり、1801年に没した。彼女の名は、19世紀のイタリアの作曲家、 ベルディのオペラ、仮面舞踏会の中の一幕としての登場人物、黒人の女占い師ウルリカとしても知られている。ありがとうございます。